ちょっと告知じゃないけど、俺たちがね、新しい試み、12月の26から29までを、年末、対大で合宿をするんやけど、それをちょっと本当壁を取っ払って、基本的には女子アスリート、女子大生限定で、うちの合宿に全然参加しても OK くらいに、今年はしようと思ってる。だけどね、ちなみに今ね、これをまあその選手だけが実はプロデュースしてもう10人くらい集まってるね。だけどうちの学生が出たら20人くらい、それと、選手が他大学とか、高校生も含めて大体10人くらい、今30人くらいで、もうあと5人くらい、例えばそのやっぱ興味がある人とかはすごい俺は参加してほしいなと。で、うちには一応宿泊施設もあるし、ウェイトもすごいこう今回は取り入れて新しいものにしたいし、とにかくどんどん、そう、もう本当俺たちらしい合宿をやっていこうと思う。でね、ちょっとやっぱ俺だけがこう宣伝しても大体どんな感じかちょっとあんま分かりにくいやろうけど、ちょっと選手から、まあ、大体こう俺がプロデュースする合宿がどんな感じかっていうのをちょっとこう言ってもらおうと。はい、お願いします。対大の合宿は練習メニューもすごい工夫されてて、その距離に合わせた工夫もされてて、特にスプリントとかもいろんな道具使ってやってて楽しい雰囲気でできていて、他の大学の人も対大の選手みんな優しいんでコミュニケーションたくさん取ってもらえると思うんで、絶対楽しい雰囲気でできます。来ても絶対損はさせないと思います。そう、まあそういうことだね。まあやっぱりその損はさせんわ。達成感も上げるし、当然早くするし、当然頭の中もすごいいじってあげるし、その辺は俺と、浜上先生と、川島先生の合作、やっぱこうしっかり年末はやってほしいと思うし、そのアイデアが、詰まった、合宿にしようと思ってるんで、ぜひ興味がある方は下にイメールアドレス、まあ、URL があるので、とにかく対大生もしくは、コーチ陣に、連絡してくれたら、その要項を送ります。というわけで、合宿告知でした。以上。何これ。